はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮でございます。安慶様、中川様、あゆみ様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。誠にありがとうございます。ただいま参院選に向けて東京都内に、ポスティングしてくれるボランティアさん大募集しております。引き続きですね、ご支援も募集しておりますし、ポスティングボランティア様も募集しておりますし、メール党員様、こちらは毎日届くメルマガを購読して、いただいて、日本改革党をご支援してくださる方、東京地区の支部長も大募集しております。動画説明欄もっと見るをクリックして、ご応募ください。北区支部長の佐藤圭介とともに政治活動を今日してまいりました。赤羽駅ですね。佐藤圭介北区支部長は政治活動デビューということで、こういう風にやんだよみたいな指導してまいりました。動画見てます。女性にお声掛けいただきました。誠にありがとうございます。久しぶりの赤羽でですね、イトーヨーカドーに入ってた後楽園がなくなっておりました。ガーン。あそこのですね、味噌ラーメンに追加バターが私大好きだったのに、もう渋谷か秋葉が一番近い後楽園ってあるな。同じ福島の会社でいわき市にはいっぱいあったんですけど、今遠い。というわけでですね、渋谷区支部長大募集、特に大募集ですね。ラーメン食いに渋谷に行くの大変なんで、まあ、政治活動のついでに後楽園、渋谷にある道玄坂にあったかな、後楽園に行って食ってきたい、いいなーっていう感じであります。5月11日フランス政府公共放送受信税撤廃を閣議決定、したそうであります。これまではですね、テレビ所有者から年間1万9000円、月額で1500円ぐらいですかを住民税とともに徴収、国が徴収してますから、まあ受信税ですよね、を徴収し、フランステレビジョン、ラジオフランス、アルテ、3つある公共放送局に分配されていたそうであります。3つの局は今後は国税で運営される完全国営企業になる予定と、政府の一部になるんですね。ネットの反応です。フランスを見習え、 NHK ガクガクブルブル、もう法律ができた頃と時代が違う、 NHK の役割は終わった。これどういうことかって言いますと、昭和25年に放送法っつのできまして、テレビ買ったら NHK に金払ってね、っていうのができたんですけど、その頃はテレビ局が NHK しかなかった。つまりテレビを買うイコール NHK を見るということだったんで、整合性取れてたんですけどね、テレビ買ったら NHK に金払ってね、いうのは真っ当でした。ところが今は見るもの一平やっからね、民放もあるし、つべもあるし、あとサブスクの私が酷使している D アニメであるとかね、 NHK のドキュメンタリーとか自然番組のレベルが高いのは認めるが、それを差し引いても高すぎる。NHK はこの事実を放送しろ、 NHK vs 日本人の戦争が始まる、しがらみまみれの岸田じゃ無理、テレビないからどうでもいいっていう意見もありました。今後は税金で運営される国営化、NHK はこれは死んでも嫌、 NHK が国営化されるのは死んでも嫌、なぜならですね、給料が人事院で決められて、今までみたいな平均1800万なんていうデタラメな額はもらえなくなります。身分が公務員になるんで収賄税の対象となりまして、芸能事務所から賄賂や正常納をもらえなくなります。全部の予算が国会で審議され、今までのようにデタラメに使えなくなります。
公務員試験合格者を採用するようになり、議員のバカ息子やバカ娘をコネ採用して肉の盾にできなくなります。あとあれか、国会で審議され今までのようにデタラメに使えなくなる、は、あ、そうそう、企業年金っていうか NHK 独自の年金制度ありまして、これのですね、財産、資産が2兆円に達してます。ほんでですね、 NHK 職員は辞めた後、定年後、退職した後、 NHK 独自の企業年金が5、60万月もらえるそうであります。まあその分現役時代に払うんでしょうけど、こんなこと、こんなデタラメなことできなくなりますよね。国営化されたらね。売上が半分以下になるスクランブル同様、国営化されるなら死んだ方がマシぐらい、抵抗しますよね。NHK は国営化やだーっつって、そんな NHK は NHK じゃないぐらい言って、抵抗しますよね。このニュースね、NHK はおろか民放も全局スルーで報道しないでしょうね。あとはテレビ局の親会社である大手新聞もどっこも報道しないでしょうね。まあ民放は NHK の子分ですんで、NHK スクランブルデモも報道しやしねえ。ずっとバックレる気かな。何十回やっても。まだスクランブルデモは2回、池袋と渋谷で、2回やっただけですけれども、まあちょっとね、真夏は避けて、秋にまた復活、でしょうか。渋谷の、デモは、スクランブル交差点、世界一の交通量、1回の青信号で3000人が行き来するつ、世界一のスクランブル交差点通れることもありまして、好評でありました。ただ、公園使用料がすげえ高くて、この前99,900円払っちゃいましたもんね。次どこでやっかな、やっぱ渋谷かな、なんていうっすね。これNHK の相場を通るわけではないんですけれども、 NHK 職員の多くが渋谷に住んでんだって。で日曜日なんかどうせ渋谷に用足しに来るでしょ。でこのデモを見かけたら圧力になんじゃねえかな、嫌がらせになんじゃねえかなーって、思っております。シェイシェイ茂木野党批判、何の根拠もなく原発ゼロを繰り返す野党は非現実的。これ世の中こういう状況でエネルギー安保が危ういのに、まあロシアとウクライナの戦争、のこと言ってるんだと思いますけれども、野党非現実的と批判しました。ネットの反応です。綺麗事並べて俺偉いというのが左翼、電気代上がったら原発動かせって声も増えてくるんだろうな。 EU でも原発が見直されて再稼働急いでるし、安全保障のための電源分散は当たり前のこと。反原発派は電気使わないで生活しろ。なんか石器時代の生活、江戸時代の生活になっちゃいますね。あれか、冬は木炭、火鉢燃やして暖を取り、夏はどうすんだろうね。東京の夏なんてとてもエアコンねえと耐えらんねえよ。戦争で国民意識が変わったから野党の言い分など通らない。自民内の反原発派は放置か。これ河野太郎なんかが、反原発派ですね。今はしょうがないけどいずれ脱原発とかほざいてますね。だったら自民党やめろ。そんなこと言うんだったら自民党やめろ。自民党は国税として、原発推進なんだから、試験ですけど、まあ左翼が非現実的ドリーマーなのは当然。つうか非現実的な合理的でないやつ、理論に疎い脳みその構造どうなってんだか分かんねえやつが、まあ左翼になると言ってもいいかと思います。
電気代下げろ、庶民の生活ガーって言っときながら、でも原発は動かすなーって、まあ用事より頭悪いと思いますね。国家安全保障のため電源分散に反対と、核研究途絶狙いで再稼働反対と、電気料金が下がって経済活性化されると困るっていうですね、この3つ何のことはないね。いずれ日本を侵略したい外国政府の代弁者なんですわ野党は。外観誘致主義っていうか利的主義っていうかね、スパイとも言いますけど、スパイなんで全く合理的ではないことも言わないといけない、で世間からはとんだバカだって軽蔑されてるのが今の左翼、今の野党、有害野党ね。まあ国民民主とかは原発動かしたら言ってますけどね。だがしかし人権だの平等だの大人は汚いだの、我々は搾取されてるっていう理屈に騙される人は、綺麗な耳障りのいい言葉に騙される人はつきませんね。若くても、中核と令和の凱旋後寄付するために並ぶ人々、宗教みたいで気持ち悪いって評判になっておりました。なんか寄付と、山本太郎と握手するために並んでんのかな、写真とかツーショットの写真とかも撮ってもらえんのかな、でそこんとこに寄付の箱があるっていう仕組み、ネットの話なんか怖え、まさにカルト。養分の皆様、令和真理教この後壺でも買わされるんか、この中に外人いてもわからないんじゃ、これ外人からの政治献金は禁止されてるっていうのを心配する人がちゃんと収支報告するんかな、領収書も金払った人たちの素性も金額も不明、現金でバカ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 箱に入れられたら、まあまあ収支報告しねえわな。講演会ではカメラを止めた後に寄付くれくれ言ってました。変なダンス思い出してゾワゾワするなんか変なダンス踊っちゃったんだってね、令和のなんか女性候補ね。試験ですけど、政治資金規正法、政治団体への寄付の質的制限っていうのがあります。こういうのは禁止されております。外国人から寄付もらう、偽名の人から寄付もらう、匿名の人から寄付もらうことは禁止されている。ただし集会会場での1人当たり1000円以下の寄付はまあ認められておるんで、ざるっちゃざるなんですけどね。写真からは金額まで分かりませんけど、匿名である1000円以上であった外国人に引っかかりませんかね、令和の募金集め。凱旋の会場で箱置いて金入れてくださいっていうの危険ですかんね、これ。証明する手立てがあんましないかとは思いますけれども、まあね、外国人がこうわざと1000円以上入れてですね、俺は1000円以上入れた外国人であるって、当局に名乗り出たら、まあ政治資金規正法で違反になるかもしれないですね。凱旋の場所で寄付集めしてる党や政治団体やったら迷わず110番してくださいまあ自民党さんなんかの固いところはそんなことやりませんもんね。そんなね目先の金欲しさに、やってですね、自民党も敵が多いから、まあまあ一番力を持ってる党ですから批判されますもんね。令和は母体が俺らは暴れたいんだと言って共産党を抜けた中核派なんで、法律守る気全然ないっしょ。カメラ止めた後でくれくれ言ってんだ、なんて連中だって思ってました、と思ってたら中核派の活動家逮捕だって。中核派の幹部ら3人を逮捕、誘引私文書偽造などの疑い。こちらですね、群馬県のホテルに偽名で宿泊した、イコール
有印私文書偽造及び行使で中核派幹部黒沢博士65歳、他2名を逮捕だそうであります。65歳か、ネットの反応です。いい君、いい年こいて革命ごっこ。そういえば65歳にもなって相変わらず大人は汚いとか言ってんだろうか自分がその大人より、あの、年食っちゃってんのに未だに言ってんだろうか。あ、疑問がありますね。65歳の革命戦士か。65歳で活動家って惨めな人生。65にもなって革命とか、老兵しかおらんやないか。生活費ってどうしてんだろう。おじいちゃんもうやめて65歳は中核派の中では若手だぞ。そうかもしんねえ。会ったこともない誰かに洗脳されて人生台無し。枝野幸男のコメント早う。枝野はかくまるメロリンピンチ。まあ、あの、令和なんですよ。中核派の、あの、表看板って言ったらね、まあ、メロリンピンチだわな。試験ですけど、あの、3人逮捕ってありますけど、黒沢以外の2名の名前は報道されず。あ、はーん、お察しですね、これね。外国人かな、外国人でしょうね。しかも名前が出ない国の、アメリカ人やドイツ人なら普通に実名報道されますもんね。中国人ですら、中国人ですら実名で報道されますもんね。名前が報道されない外国って言ったらあそこしかねえわね。65歳は中核派の中ではナウナヤングです。審査翼って呼ばれた層は現在72歳から82歳に達してますだから、あの、65歳なんていうと若手、ひょっとしたら内部では青2歳とか呼ばれてるかもしんねえな。大人は汚いとか言い続けて、いつの間にか自分が後期高齢者、72歳から82歳ね、新生区。こいつら、あの、令和が集めた寄付で生活費してんのかな。中核派の発生についてなんですけれども、まあ、こっからは教養枠って感じですか。1950年代、金日成支援のため、国内で、国内を混乱させようっつってですね、あけぼの事件、白鳥事件、練馬事件、田口事件、横川事件など、数々の暴力事件を起こしました。白鳥事件っていうのは、あの、警察官、射殺した事件でありますね。1952年、総選挙で共産党全員落選しちゃいました。それで反省して、58年7月、第7回党大会で、暴力革命唯一論の51年綱領を破棄し、三尊革命を放棄しました。それまでは51年綱領ってやつで、暴力革命が唯一の手段であるって歌っちゃって、それ一生懸命目指してたんですけど、共産党ね。それを破棄しました、58年に。これの不満の、破棄したことに不満の暴れたいって連中がですね、共産党を離脱、中核派と革丸派であります。中核と革丸ね、あの、近親憎悪なんだか似たもん同士だから余計許さねえんだが、双方で100人以上も死亡する殺し合いやりました。それが今では仲良くですね、一緒にですね、共産党主催の総がかりなんとか運動とか、まあ、あの、救助を守れとか、集団的自衛権認めないとか、安保法改正反対とか、秘密保護法反対とか、あんなことやってますね。あの、国会前で太鼓叩いて、どっちか殲滅するまでやればいいかったのにな。あの、中核と核丸の殺し合い、まあ、あの、中途半端なんですよ、何でもかんでも。左翼は甘えと私は言ってますけどね。中核は令和に化け、核丸は枝野を支援して立憲に入り込んで寄付集めに熱心と。これが今の状況であります。教養
ついちゃいましたね、皆さんもね。まあ、左翼は甘えなんで、65にもなって、大人は汚いとか言ってるやつではねえな。呆れちゃいます。軽蔑しちゃいます。今日、赤羽からの帰りの電車の中で、東京新聞読んでる白髪の おじいちゃんいましたけど、私、正直、東京新聞なの、朝日新聞なの、読んでる人、軽蔑してます。内心ね、言わねえけど。というわけで、メール党員、サマー、ポスティングボランティア、サマー、東京地区支部長様大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。